インテグラル天命の戦い。梁山泊構え。時は戦乱、朱雀、源平、青龍、白虎の四神が見守る中、天地人それぞれの思いを持つ三つの国が一つとなり、新しい平和な時代を築いていた。しかし一人の心ない権力者によって再び世は乱れ始める。その男は天下統一を掲げ、まだ幼き皇帝を抑えず、権力を我が物にしようと謀略を繰り返した。事の成り行きが理解できぬ幼き皇帝は、なすすべがないまま男の独裁政治が始まった。逆らえば死罪、誰もがその男に盾つくことができず、民には安堵の時もなく、ただ胸の内に秘める思いだけが膨れ上がっていった。そんな中、なんとか国を守ろうと皇帝は一人の男に見つめを下す。男は義を通すため同志を集い、自ら反乱軍となり、いや義勇軍となり、国を相手に立ち上がった。四神は行く末を案じ、民に命運を託す。果たしてこの命を懸けた決戦、約束を打ち平和を取り戻すことができるのであろうか。天命やいかに戦いの幕開けじゃ。戦いはこれからよ。戦士部隊前へ。
賊撃たれたり、再び天下太平の時、平和な時、天下太平、そいやインテグラルの皆さん、ありがとうございました。